花粉情報をお伝えします。まずは今日の花粉飛散予想です。全国的にはランク最も上の非常に多いといったアイコンずらっと並んでいます。大阪、広島では多いアイコンです。他の地域と比べてランク一つ下とはなりますが、まだまだ万全な対策が欠かせません。特に雨上がりとなります関東周辺では花粉の大量飛散予想されていますので、しっかりとマスクや目薬などを使って対策を行ってください。ではこの先の花粉の情報も見ていきましょう。週間のスギ・ヒノキ花粉の飛散予想です。この先週明けにかけては各地で花粉の飛散量が多くなっていく予想です。ただ祝日の21日火曜日以降、曇りや雨の日が続くため一旦は花粉も落ち着きますが、それでも花粉は飛びますので油断せずしっかりと対策も行っていただきたいと思います。また九州北部を中心にヒノキ花粉の飛散も始まっていますので、ヒノキの花粉症状をお持ちの方もしっかりと対策を行ってください。この先の花粉に関する情報もアプリウェザーニュースからご覧いただけます。